私はうちのについてこの基地まで逃げ帰ってきた他部隊のパイロットに聞いてみた。そんな敵に挑みかかったハンコ小隊2機があったんだという。味方が撤退するまで支える盾。どんな大バカ野郎なんだか顔を見たくなった。随分遅れて最後に祈祷したのは痩せっぽちの政治犯野郎だった。そんな罪をかぶせられたのが何かの間違いみたいに、いつも人よしそうにニコニコしてる男だ。こいつが何かを見てたかもしれない。私は先に誘ってみた。世間話から始めて、そろそろと探りを入れてみる。政治犯という罪歴と普段の態度がそもそも矛盾しているやつだった。こいつの話すことときたら図書館の本のことばかりだ。それもハイスクールの図書館で読んだたわいもない冒険小説の。ああ、私もその類のストーリーは嫌いじゃなかったさ。だが今はそれよりも聞きたいことがある。ああ、そん時のことか。雲の渦の真ん中で味方を撤退させようと頑張ってる変態がいた。大バカ野郎だな。そう思ったね。その上、見たこともないような腕前の鉄器が現れて、そいつらを端から食い出した。一機ずつ、一機、また一機と。だが、それを助けに行くさらなる大バカ野郎なんていなかった。お前は遠巻きに見物してたってわけだ。ああ、俺もまさか自分があんな中に突っ込んでいくことになるとは思ってなかった。長い長い回り道の末、やっと聞き出すことができた。こいつじゃない。こいつはこいつの変態猟奇に引きずられてあそこに踏みとどまっただけだ。大バカ野郎はあのハーリングを殺した男で、気分はどうだった？今でも肝が冷えてるよ。だがちょっといい気分でもある。大バカ野郎だな。ああ、やつがな。私はハンガーに行ってトリガーの機体のエンジンを嗅いでみた。この焦げ臭さは無理に無理を言わせてぶん回した匂いだ。正体が分かればそれでいい。私はこの大バカ野郎のことをちょっと離れたところから見守るだけだ。父さんができなかったことをやってのけたやつなんて肌が合いそうにない。ああ、けどいざという時のためにほんのちょっとした魔法をやつの機体に仕掛けといてやるくらいのことはしておくさ。整列。前回作戦の命令違反により独房へ入っていた者もそこへ並べ。命令違反を繰り返すことは絶対に許されない。肝に銘じよう。我が軍にとっての脅威は大量に供給される敵の無人機群だ。諸君らはエルジア領内深くへ侵攻を起とする我が軍主力の道を開くために敵の燃料プラントを破壊しなければならない。司令部によればアルティ旅行の生成基地から定期的に内陸へ燃料を輸送している形跡がある。おそらく各地にある無人機の基地へ燃料を供給しているのだろう。独房で糧食を外された者には心当たりがあると思うが、無人機を黙らせるためには飯を与えないことだ。河口側から侵入、敵の対空火器を殲滅し、両岸にある燃料基地及び石油タンカーを破壊せよ。諸君らは戦力ではない、捨て石だということを忘れるな。
囚人ども、滑走路手前で待機しろ。ジャンプが落とされる直前、あいつ弱気になってやがった。強がったふりしたって分かったぜ。あの臆病者、臆病者はどっちだ。尻尾巻きやがって。逃げたんじゃねえ、撤退してたさ。まあ気持ちは分かるよ、誰だってうんざりしてたさ、あの戦場には。クソ、気分が悪いぜ。憂さ晴らしだ、壊しまくってやる。ターゲットを視認した。石油タンクがたくさんある。船は軍艦だ。他にもいろいろと建物があるぞ。目につくものは手当たり次第破壊しろ。分かりやすくて結構だから、とても軍隊とは思えないな。お前らがまともな軍人だとでも言うのか。30秒。
ドームイネッサ2が到達する。よし、タンクローリーを出せ。走行ルートは分散させろ。一滴でも多く燃料を運び出すんだ。燃料満載のタンクローリーが逃げ出したという情報を得た。衛星で見張っていた司令部からだ。探し出して燃やし尽くせ。サンドクラウドだ。砂煙には切れ目がある。そこでならレーダーに映る。レーダーに映った瞬間を見逃すな。レーダーとにらめっこしてトローリングとはな、性に合わない。サンドクラウドの中でも近づけばロックオンできる。確かなのか、その情報は。簡単に言いやがって。ミサイル発射。タンクローリーの破壊を確認。残りも仕留めろ。目もいいようだな、トリガー。一人で探せ。お前らはお前らで探せ。構わんさ。そうした方がいいならね。高度を下げないとスタートハイウェイが見えないと。車両破壊のところに隠れやがって。車両破壊。立ち上る煙が奴らの目標だ。詩人だな、バンドック。スペア50、ロックオン。今レーダーに映った。スペア隊、新たな敵機が接近中。三焦点より方位350。来たからか。カウントの機体を捉えたのか。待て、俺のせいにするな。敵はエルジアの無人機と思われる。また UAV か。なんで俺たちをつけんだよ。作戦の目標はあくまでタンクローリーだ。抵抗はない。タンクローリー寄ってる場合じゃねえだろ。来るぞ来るぞ。無理ばっかり言うんじゃねえ。言われた通りやってたら命がいくつあっても足りねえな。ダメだ、まずタンクローリーを破壊しろ。タンクローリーの破壊を確認。逃げても無駄だぜ。続けろ、燃やし尽くせ。ブランドウト、機体が悪すぎる。ミサイルだ、振り切れ。したものがどうなるか、もう忘れたのか。地雷を素手で掘り起こすような任務に送り込んでやるぞ。俺は残るぞ。刑事班の野郎は大したのでもねえのにまだ生きてやがる。なぜだと思う。トリガーか。やっといた方が生き残れる。トリガーがターゲットを破壊。おほー、またトリガーか。よかった。無駄口を叩く暇があったら1台でも破壊してみろ。役立たず。どうだ、なんだこの爆発は。いつまでも飛べると思うな。さっさとターゲットを探し出せ。スペア15、ターゲット撃破。戻り次第やった。壊滅させてやれ。ターゲット破壊、上出来だ。まだ隠れてやがった。よし、かなりの燃料が煙になったが、まだ隠れているかもしれない。それをまじないなどと言っている奴は早晩死ぬだろう。その通りだ。ただの偶然さ。なんだ、聞こえる距離にいたのか。カウント、高高度で聞き耳立ててたんだろうぜ。空で何も学んでいないようだな、カウント。ああ、トリガーから学ぶことなんざ何もないさ。
任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。上級司令部の覚えが良くなっているだと？囚人どもはどうでもよい。私一人が評価を得れば十分なのだ。